マミモメモ、さやかです。黒の奇跡2周目をプレイしていきます。私のプレイ的には難易度ナイトメアでトロフィーコンポを狙いつつ、動画的には1周目では気づけなかった意味深な伏線に反応しつつ、ザックバランにハイライト的な動画収録にしつつ、第5章をメインに投稿できたらなって感じです。ちなみにまだ獲得してないトロフィーはご覧のものになります。それではよろしくお願いいたします。ニューゲームプラスでクリアデータをロードで、引き継ぎを全部してやっていきます。わ、久しぶりだ。そう、私がプレイしてた時ってあれなんだよね、バージョン 1.0 でまだ強化されたやつをね見てなくって、すごい楽しみにしてたんですよね。いやー、 60fps の力を見せてもらおうか。ということで、コマンドはナイトメア、フィールドはハードでやっていきます。よろしくお願いします。はい、ということでクリアしてから1ヶ月後に久しぶりに黒の奇跡のトロフィンコップを目指して楽しんでいこうと思います。序盤のムービーがバージョンアップで相当変わったみたいなんで、それを楽しみつつ、せっかくなんで発売1ヶ月後ぐらいにプレイしてた当時の私の動画と比較しつつリアクションしていこうと思います。ここの最初のムービーで喋ってる音声のみ編集後の後撮りでございます。でもこの時すでにタイミング結構違うんよね。ムービーの長さが違うんで、音声の方は最新右側の方で、お互いのタイミングが合うようになるべくカットしながらやっていこうと思います。ほらよ、こいつが指定の物だ。で、セリフがね、枠付きと文字だけに変わったんですね。確かに、まあ字幕ってただの文字だけの方が没入感は出るかね。あと、すっごいぬるぬる。ご苦労だったな。一応中を見せてもらおうか。アングルも全然違うしね。いや、ほんとぬるぬるよね。左側の方がそもそもね 30fps らしいんだよね。その作りフェイクでもなさそうだ。もう正真正銘の指定のブーツだ。合わせて100万ミラ、耳を揃えて払ってもらおうか。なんかこの右側のさ、ちょっとぬるっとしたアングルな感じ、最近のファルコムさんって感じするよね。成功報酬30万のはずだが、こういうのは時価でしょう、時価。よっぽど大切なものみたいだし、僕たちの努力にも色つけ。いや、なんか臨場感全然違うよね。あんたらの噂はいろいろ聞いてるぜ。今後も協力できるかもしれねえし、お近づきの印ってことでどうだよ。なるほどな。だったらもっといいものをくれてやろうか。てめえら、やるってのか。アタッシュケース分かりやすい。上等だこれ。てめえら。ハングレ風情が。たかりは相手を見てするがいい。な、ポリか。まさか巡回かよ。お前たち嗅ぎつけられたな。まあいい、とっとと。なんで発売後1ヶ月足らずでこんな感じになったんだろう。すごいよね。どこに消えやがった。お前たち何をしている。で、警察が来て逃げる。逃げ方めっちゃいいよね。くそ、俺らも散らかるぞ。なんだってんだよ。不審集団を発見。通報のハングレどもだ、捕まえろ。ボンクラの首都警察にしては上出来だぜ。映画探してるつぶつ、ニラの匂いがプンプンしやがって。で、ゲビた声っていう自己紹介がなくなった。国防外。いや、なんかうさんくささが存分に発揮されてるよね。ということで、比較はここまでですね。
で、ここから先は私が好きなシーンや、お、これ動画に残しておくかとか、臨機応変に2週目を楽しんでいきます。よろしくお願いします。朝っぱらから客かよ。まさかとは思うが、客か？はい。こちらのアークライド解決事務所にお願いしたいことがあって伺いました。アニエス・クローデルと申します。バンバ、バンアークライド。アンダルシアのバンカ限定ケーキ。いやもうこれほんと大学生大学生よ。俺田さん、黒いちじくを隙間なく敷き詰めて糖蜜でコーティングした特製タルトかよ。当時からあったんかねこれね。お詳しいんですね。お詳しいんですねお詳しいんですね。はい、上昇やってきます。いいか、一言言っておく。限定ケーキに釣られたわけじゃないいいね。もはや微笑ましいよ、わしは100周ぐらい回ってきたからこれ簡単にお買いになられてっていうのもあれだね、なんかこう体験談的な感じよね、もうね私もアニエスでお願いします。お、何？周回プレイ特典としてバンたちの様々な衣装を入手した。どういうこと？え？あ、それは自分で確認しろっていうこと？衣装を手に入れたの？どこで見るんだっけ？これか。これのコスチューム、何もらったの？あ、上着なし？あ、2周目なんだ。ありがとうございます。なるほどね。とはいえだな。どっちかっつうとアニエス、私なんだっけ、なんかダウンロードコンテンツのさ。これは上着、あ、こんなもんだったの。あ、そっか、今持ってないのか。これ私がもし着るんだったら絶対下履くけど。恥ずかしくないんかな恥ずかしくないんかな。普通に心配しちゃう。裸足ちょっと待って、これはどういうことどういうことこれいや、まあファルコムさんなんだな、このゲームね。そう、それはそう、ファルコムさんのゲームでした。私今回これでいきたいな。これか、はい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 、上着ね。なるほどファルコムさんって感じだったな今回。これで、お、マジで刺繍すごい、これ何回見ても。だからこれでいこうかな今回。かわいい、これ清楚なのが好きですね、わしはね。この CP ってガチ次なのなるほどな。これって自動装備にしたら、あー、え、持ってないの。あ、ここまで自動装備っていうわけではないのか。なるほどね。はい、というわけでナイトメア、まあナイトメア普通の雑魚とかだったら大丈夫だと思うんですけど、千の奇跡とかのナイトメアをやる限りね。まあ問題は、私はあれなんですよ。そう、私の一番の問題を聞いてください。なんと後で気づいたんですけど、あ、見れないアチーブメントのね、あの仮想戦闘シュミレーターをやるのを忘れててそう、あれをナイトメアでやんなきゃいけないのかってちょっと思ってる。無理そうだったら1周目のデータでやるのはありかなって思ってるんだけど、今カメラ回転がめっちゃ早って思ったんだけど、そんなことはなかったんだね。アニエスめっちゃ可愛い、めっちゃ可愛いめっちゃ好き、私やっぱ紺色好きだな。
シャード展開。シャード展開。さあどんなもんじゃろない。さてもうベテランよわしは。最初ほんとえどういうことってずっとなってたけどね。こっちだ。そらそら。こんなもんですね。えちょっとオーブメントフィルム忘れてた。ちょっと待って。あのラストでさはめてたやつをさもう一回やれって言われたら私嫌なんだけど。どうしようかな。自分の動画見たらわかる？自分の動画見に行ったらわかるかもしれないよね。どういう風に入れてたか。わかるか？一応こんな感じだよとは見せてたけど。あ、いやわかるのでは。ちょっと自分の見てこよう。お前の鼻の良さとそちらのお嬢さんの依頼とやらにも感知はしない。でこれさこん時は多分っていうか絶対知ってるよね。アニエスがその大統領閣下の娘っていうのはね。お嬢さん代わりに何か分かれば連絡しろ。そういうところもさっきの借りを返す意味態度とかね気にして見ていきたいな。それではお嬢さんもお気をつけて。いやこれ絶対知っとるもんな。これ意味深だもん。これがねファルコムさんの意味深なセリフの使い方ですよ。ありがとうございます。アニエスも知ってるよねこれね。なんか初めてそのルネがアニエスにコンタクト取ってるようなシーン、アニエス知ってる風だったもんね。で知ってたんだねっていう話。才能リンゴさん、リンゴさん、これは合ってたね。ドラ息子絡みね、レンちゃんのやつ。任せておけ。でこれはマリエルちゃん追ってったんね。さぞご立派な歌詞なのでしょうね。いやもうニヤニヤ。いやニヤニヤしていいのかもうわかんない。よくわかんないこの二人は。はぁ、こんな声出してたの。はぁ、そちらの常連というのは風の噂で聞いていたけど、まさかこんなタイミングで出くわすなんてね。そうだな、タグルネのやつといい、どんな日だっつなんかもう見る目変わるな。こそこそしていたものね、あなた。よっぽど後ろ暗いところがあるみたいだし。くそ、さすがにやりづれな。このセリフめっちゃ好きなんだけど。ダメでしょうか、スプリガンさん。ここのシーンさ、私レンちゃんが出てきたことにテンション上がってるのと、あとまあ知ってるだろうなっていう体で見てたんですけど、まさか関わりがあるの相変わらずって意味とは思わなかったっていう話。悪夢をまとう。とっととやる。了解、私に任せて。シャード解放、テイクバックレンデル。黒まとい石魔装機グレンデル。アークライド解決事務所の基本料は1時間1000ミラで、諸経費その他だ。今回危険手当は適用させてもらうが、結果的に依頼人のあんたにも手伝わせた。天津さえ危険にさらしたことを考えると、成功報酬でも1万が関の山だろう。これが仕事ってもんだ。なめてんじゃねえぞ学生。本当にかっこいいんだけど。本当にかっこいいんだけど。なんでコーヒーの場所までそこで馴染んでんじゃねえっつの。うわー面白ー。さて
2週目のオープニングでございます。かっこいい、本当にもう何回見たかわかんないけど、はぁ、アラミス高等学校。姉ちゃん結構身長高いよね。でこれ全然さ、なんかお父さんっていう目線で全然見てなかったわしは。各キャラクターの紹介をしつつ、美人なんだけどね。いやー、ここもね、なんか心境を表してるよね、凛ちゃんのね。凛ちゃんは美しい。いやー、姫なー、姫よかったなー。そしてアルマータね、敵サイドと思って見てはいたけどね、ここかっこいいよね。4章ね、これは5章でしょ。これは本編中に見て、で私ここで全然消しちゃうと思って見てなかった。バルタンはいたけど、なんでだろう、わかんない。でここリーシャいたんよね。でこれシャーリーって思っちゃったのが全ての運の尽きだった。いやー、この2人もね、よかったね。メアちゃんもなんだかんだ謎だからな。ワーロンとここもかっこよかった。この3人がさ、なんか別になんか団体かなんか組んでんのかと思った。ネラスだって。ねえ、そう、こことここの私ムービー見てないんだよね。これ5章のそっちサイドに行ったら見れるのかな。これもまたなんかちょっとね、思うところがある後ろ姿で、でここディングザーンっていう感じで、でここがバン君のラストのあれですよね。アニエスかわいいからのここのバン君の顔マジで好き。いや、かっこいいオープニング。さっきのカウンターは良かったけど、ちょいと爪が甘かったね。最初はこれ少年兵って書いてあるんだけど、ここの選択肢も広げられただろう。途中から少年兵に変わるよね。やっぱりそうですよね。ありがとう、アイーダさん。ここではまだ少年兵なんだよね。あんたはもっと伸びる。私の昔の妹分にだって届くだろうさ。ピーちゃんに会ってみたかったな。この2人がね、妖精って人ですよね。でここでヘイがハテナになるんだよね。ちょっと気になるかな。ということで第1章、いとけなき炎やっていきます。あー、これフォローシステムのことを検索してたんか。アルマータ・グレンデル。こっちも相変わらずか。いっそマルドックに聞くか。あ、いや、それこそヤブヘビってもんか。私さ、このさ、マルドックっていうのがさ、会社って思ってなくって、そう、なんか人の名前なんかなって思ってて、そう、あのサイズのさ、中央工房のさ、マードック工房長いるじゃん。そう。私ね、マードック工房長はね、好きなんですよね。まあそのマルなんちゃらなんとかックっていうのが、そのなんか機械的な、意味合いのある言葉っていうことなのかな。ちょっと私わかんないけど。そういや、そろそろ定期査定だったな。微妙にどやされそうな気もするが、ね、これがあのリゼットさんとの定期連絡っていうところで、初見の時も全然わかんなかったんだよね。いいから入ってこいよ。おや、何を遠慮してんだ。着替えておる。 はい、それでは。ここは強制なんだね。いや、悪くないんじゃねえか。街巡りにはちっと小切れすぎるが、地味めだと逆に目立つだろうしな。まあ、制服よりはマシだと思うぜ。そうですか。ワン、わかってない。すっごく可愛い格好なのに。こんなダメダメな男ほっといて朝ごはん食べよう。アニエスちゃん、今日のモーニングはベーコンティッシュにかぼちゃのスープだよ。かわいい。美味しそう。着替えとる。いや、もうここほんとなんかこう会話の話、この時期からもうアニエスは好きなんだよね、バン君のことね。いや、でもなんだろうね、なんかアニエスって頭がいいじゃんし、まあ年頃っていうのもあるけど、なんだろうな、ちょっとなんか惹かれるのはわかるよね。バン君のその人となりもあるけど、いや、ほんとアニエス頭いいわ。
アチーブメントが解放されたので見ていこうと思うんですけれども、アライメントがこれなるべく狙いながらクエストをやっていって、で全員のコネクトステージ、料理、最強武器を3種類で今1個でしょ、2周目で2個作れるようなイベントがあるのかな、ちょっとこれわかんない。さすがに3周しろってのはいないと思うから、なんかあるんだと思う。で、すべての映画を見よう。ここが問題だな。MVP。この、レベル引き継ぎのナイトメアで、そこまで MVP が取れるぐらい活躍させることができるのか問題ね。で、4人いるからね。そう。フェリちゃんは取ってて、で、アーロンが入ってきてからずっとアーロンだったんだよね、確か。そう。そこがちょっと問題。まあ、ミラはいけるっしょ。アーツプラグイン。買ったやつは全部持ってたと思うけど、もしかしたら2周目でホローコアをもらえるところでプラグインをもらえるっていう切り替えになってるかもしれないね。で、仮想シミュレーター3種類にいいんだ。いや、わかんないな、これ3種類クリアした後に次出てくるかもしれない。で、チェインが何気に私全然続いてない。で、このタクティックアルボーナスもあるよね。ちなみにこれはトロフィー、別トロフィーでもあるねっていう感じかな。いかがしましょう。これ買う。命の雫 HP プラス20か。それよりはこっちだな。上位互換に変換して料理作ったりしたいな。またお越しください。いや、2週目なのにすごいお金ないんだけどカメラを壊してしまって脅されてる人のクエストなんですけれども、正義が足りないので正義を上げていこうと思いますそう、わしに足りないのは正義でした。散々遊撃士組らしいみたいなこと言っておきながら、はい、ローを育てていきます上がった、よかった。で、これレベル5まであるんだったっけね。5まで育てるっていう話よね。今日もそこそこ人がいるな。バンさんも人混みが苦手ですか？いや、むしろ好きだぜ。尾行を巻くのに使える。喋り方好きだな。どれどれ。先走ったマリエルちゃんを助けた後なんですけれども、報告して。で、6年前くらいでしょ？そう、ちょうど同じくらいだったなって。これがさ、誰のことか当時分かってなかったんだけど、これがね、レンジャーのことだったっていうことだよね、つまりね。この時はその接点があるかどうかも知らなかったから全然思わなかったけど。さて、最後にもう一件もあるぞ。バンさん、いいから黙ってついてこい。この言い方もほんと好き。ついてこいのに、こいの言い方が好き。ここで面白いことなんかあったよな。私、取り置きして、しといてって言ってないんだけど、それでも取り置きしてることになるんだね。私の知らないところでバン君が予約をしている。でさぁ、ここのフェリちゃんのイベントめちゃくちゃいいよね。思わずさ、声が出なかったんだけど、ここよ、ここ。かわいい、アリエスもかわいいしね。なんかくねっかわいいちょっとドキッとしちゃうよね。さっきアリエスがちょっと気づいたとはいえさ、でもなんかそのまさかそういう行動を取ると思ってなかったから、女子高生はね、ドキッとすると思うんですよ延々語れる。どうして甘いぜ。ここもさ、相手が誰か分かんなかっただろうし、よほどの気配を消してる感じだったから全力できたんかもしれんけど、でもさ、このさ、ちょっと気合い入ったムービーのさ、口の動きとかさ、すごいいいよね。フェリちゃんかわいい。クルガ戦士団副頭目が長女フェリーダ・アルファイドっていうかさ、そうフルネームフェリーダ・アルファイドなのに、今の紹介フェリアルファイドなんだね。さて、クレイユ村に来たんですけど
いやー、初回の時さ、なんかすごい楽しかったからね、クレイ村。なんかここの村のこと忘れないでいいよみたいなことを言ってたんだけど、完全にわしがフラグを作ってしまった。もう本当に、いや、こんなにいい村なのに。でピクニック隊も来たことがあるっていう話だからさ、そのなんかね、クレイユ村がなくなったっていう噂でも聞いて、ピクニック隊も4人何か思うところがあればいいなとか思ったりするよね。いやー、でカイナさんね、お兄ちゃん、ラシカルくん、私ここのセリフっていうか会話ほんと好きなんだよね。いい子よね。そうだ、だし、う、頭が間違えた、間違えたよ間違えたよ。っていうかさ、ここでさ、カタカナなんだよ、だしが。まあ意味が違うんかもしれんけど、え、なんでここカタカナのだしなの、意味わかんないえ、これもしかしてやっちまったか。まあ別に S 取らなくてもいいけど、まあいっか、たまには S 以外のボイス集めもしに行こうか。多分いいよね、成績変わんないし。自転車を盗んだ人のクエストなんですけど、私は働いて弁償させるっていう方にしたんですよね。でもう一歩見てなかったと思うので、司法の判断に任せるを見てみます。ふんふん、なるほどね、働いて弁償させる方が好きだったかな、ね、ここってさ、バング刺してないのかな、考えてないかな、そんなこと考えてないか気にしてないんだろうね、本当にねバン君がね。でここだっけ、ピクニック隊の話が聞けるの。いや、一番最初に大食いの女の子できたもんな。で大食い、なん、イケメンね、金髪のイケメンで出てこなかったな、ルーファスさんなんだろうな、なんかショートになってから、いや、イケメンなんだけど、なんか一番最初にオリビエが浮かんじゃって、そっから出てこなかったね。いや、大食いの女の子は難しくないか、うん、いや、で前はここで働いてたんだけど、私がさっきのクエストでね、選んだやつで、これないっていうね、口笛か。で、あ、村の北西の方からだな。ここ変わってんのかな。うえー久しぶりの犯罪者だうん、結局お金の弁償金ってどうなるんだろうね。なんかこういうのって司法に任せると泣き寝入りするとかっていうイメージなんだけど。おいおい、まさかな。いやー、おいおい、まさかな、いいなそしてこのラシカル君とアニーちゃん、もうかわいい、ここ最高にかわいいよねいやー、笑ってる顔の方が似合うぜいやー、ラシカル君どうなるかな。千の奇跡じゃなかった、黒の奇跡にでも出るよね、出てほしいな。いや、闇落ちにはならんでほしいな。そっか、そうだよね、アニーにふさわしい男になるには遊撃士になるので方向性間違ってない。だからそもそものゴールがそこなんだ。いや、でもなんか、うーん、涙出ちゃう、本当にもう嫌だ涙出る本当に